はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。サンロードの花園です。それでは2023年6月の3日ですね、ポッドキャスト始めていこうと思います。今日はですね、昨日と打って変わってめちゃくちゃ晴れておりますね。気温もぐん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 上がっておりまして、さっき本社からですね、ここに来る途中車を見たらね、30度で表示されましたね。もうね、晴れるとめちゃくちゃ暑いんですよね。まだ6月なのに30度ってね、もうどうなるんだろうって感じですけどもね。でも本当ね、昨日は静岡とか関東の方はですね、もう雨がね、結構ひどかったみたいですよね。ね、本当一部、ツイッターとかでも回ってきましたけどもね、結構水が溢れたりしてるところもあったり、床下浸水してるところもあったりしてね、もう本当ね、雨、線状降水帯が発生したら、もうちょくちょく発生してたみたいですけども、発生してたらね、特にね、もう雨すごいんでね、やばいんでね、もう本当気をつけていただければと思います。はい。ということで、本日もポッドキャスト始めていこうと思います。ねえ、もう本当、なんか、日が出ると暑いですよね。まだ6月なのに何この暑さって感じなんですけどもね。でね、結構昨日もね、東京駅だったかな、修学旅行生がね、結構熱中症で倒れたとかありましたよね。まあ電車がね、ちょっとね、動かなくなったんで、まあ駅ね、人が多分いっぱいになって、そこでね、結構雨なんで湿度も高くて、ムンムンしてる中で多分待ってて、そこで熱中症になったんじゃないかなって感じもしますけどもね。ね、これからの時期、熱中症にはですね、ほんと気をつけなきゃいけないですよね。もう熱中症ってね、かかるとね、もうカウントやばいからですね。だって、ね、あんな、もうほんとね、体がだるいというか、なんていうかね、もうほんとやばいんでね。なんでね、熱中症対策にはですね、もうほんと、ああいうスポーツドリンクとかね、あと、経口補水液、ね、OSR まではいかない、経口補水液結構最近市販されてますもんね。そういうのとかね、もうほんと汗かいたりとか、汗かかなくてもね、そういう冷たいものを飲んで体温下げるのもね、いいかと思います。最近はね、スラリーっていうのもございまして、ね、ポカリのスラリーかな、ポカリセットとかいろいろスラリーっていうのがありまして、もう氷、シャーベット状になってるんですよね。なんでね、あれなんでシャーベット状にしてあるかというと、それをね、飲む、食べることによって、体温をね、まあ、極力下げようって感じの目的もあるんですよね。なんでね、もうほんと、暑い時にはね、そういうスラリーもね、おすすめですよ。ね、もうほんと、体のね、体温をとにかく下げないといけないからですね。もうね、特に湿度が高い時期、これからね、もうほんと湿度高くなりますけども、ね、そういう湿度が高い時はね、汗が出にくくなるんですよね。汗が出にくくなると、ね、体温調整がうまくいかなくて、ね、体の体温がどん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 上がっちゃって、熱中症って感じになっちゃいますんでね。もうこれほんと日が照ってなくてもね、熱中症になりますんでね。もうね、ほんと適度な水分補給、あと冷たいもの飲んで、もう体温を下げる、ね。これが一番だと思います。ね、もうほんと、とにかくね、体温を上げないようにね、気をつけていただければと思います。特にね、これからね、スポーツされる方はね、特に気をつけていただければと思います。もうね、毎年のことなんですけども、学生さんが特にね、熱中症で倒れたってことをございますのでね、もう最悪ね、もう亡くなったりしますんでね、熱中症だけには本当気をつけていただければと思います。なんか前回もね、このような話した記憶があるんですけども、本当ね、熱中症だけはね、もう本当やばいんでね、気をつけていただければと思います。またね、これからね、結構また、問題になってくる、なってこなきゃいいなと思うんですけども、子供の置き去りね、車の中への、あれもやばいんでね、特にエアコンつけてるから大丈夫って思っててもね、車のエアコンってね、あれですよ、エンジンルームがね、どうしても停車してると、エンジンルームにね、空気が流れませんので、エンジンルームが熱くなってしまうんですよね。そう、熱くなってしまいますと、エアコンが効かなくなっちゃってね、エアコンかけててもね、車内の気温はどん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 上がっていきますんでね、もうほんとちょっとの時間だから大丈夫って思ってね、エアコンかけっぱなしで子供さんを置き去りとかね、絶対しないでいただければと思います。もうほんとエアコンつけててもね、車内の温度上がっていきますんでね、その辺は気をつけていただければと思います。ということで、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバーイ。